皆さん、浮遊大陸アトラスティアにようこそ。今日はこの浮遊大陸について、アトラスティア王国第一王女の私、クレリアが紹介するわね。アトラスティアはこの世界の北方に位置しているわ。浮かんでいるから船がないと他の大陸から接触できないの。空の上にあるから気候にも恵まれているみたい。ジャングルが生い茂っていたり、砂漠や雪山までいろいろ。そんな大陸の中にはアトラスティア王国のお城と城下町もあるわ。とっても賑やかで楽しいところよ。私もアイドル姫として歌を歌いながらみんなと交流しているの。城下町に来たらぜひ聞いていってね。他国との貿易も盛んで街道も整っているけれど、大陸には小石モンスターがたくさんいるから。だから商人たちはクランにお願いをして冒険者を護衛として雇うことが多いわね。クランとは冒険者の集団。依頼主からクエストを受けてそれを実行するのが生業よ。私は依頼したことないけれど、日常の問題からモンスター退治までいろいろお願いできるみたい。中には伝説として語られるクランも存在するわ。かつて訪れた世界の危機を救ってみせたクランオアシス。私はオアシスの冒険にちょっぴり憧れてた。だから姫の身ではあるけれど、冒険者としての日常は輝いて見えるものだから。それに今のアトラスティア大陸には冒険者の胸を熱くするような出来事も起きているのよ。100年前に予言された謎の浮遊島が大陸の西側で見つかったんですって。その名はエピクロス島。島のほとんどが遺跡になっているの。それ以外はまだ謎だらけみたい。冒険者にとってまだ見ぬ何かが眠る場所だからこそ、私も見てみたいって思ってるの。さて、そんな観光も冒険する場所も盛りだくさんなアトラスティアに来てみたくなったかしら。この大陸でこれから一体何が起きるのか、それはあなた自身の目で確かめてね。ウィンドミルオアシス最新作、悠久のカンパネラ、2021年7月30日発売です。私たちと初めてをいっぱい見つけに行きましょう。